どうもどうも。とりあえずスカイランクを上げに行きます。これ本当は理由編終わる前の録画なんですけど、とりあえず今入れちゃいます。雷生物の秘境、世界ランク上げるとこでもあるんですよね。ここが最深部ですね。ランク上げるためには無双の雷に倒さなきゃいけないのがかなり懐かしいです。まあ、知識と経験があるので余裕でクリアです。強くてニューゲームですね。次は怪盗祭です。勝利に顔つけが穏やかになったと言われましたが、別れてから半日くらいなはずです。一体何を感じ取ったんでしょうか。勝利からタケノコ取ってこいと言われたので、しょうがなく取りに行きました。ヨーヨーがタケノコみたいな登場しますね。その辺で拾ったおっさんと一緒に竜栄港まで来ました。歩いてると深淵に会いました。おっさんの知り合いだったらしいです。おっさんは音楽イベントを開催したくて来たみたいですね。イベントの都合上ピンバヤに会いに行かなければならないんですが、他の任務始まってるとそっちやらないといけないので、縁日の伝説任務をやります。この子が縁日ちゃんですね。では縁日ちゃんとラブラブデートをしてきました。副作用でピンバヤが増えてしまいました。人が増えるバグってこれが初めてなんじゃないでしょうか。それはそれとして音楽祭やりたいので関羽に報告しに行きます。そしたら国政と一緒に結果発表しに来ました。どうやら協力してくれるそうです。またこの任務を進めるためには神格の任務を進める必要があります。必要な任務は進めたので音楽祭の会場に行きます。どうやら港の周りで不可思議なことが起きている様子、調査しに来ました。なんとそこにはイエランが、まあ盗賊の仕業らしいですね。笛を吹いて住民を驚かせて窃盗してたみたいです。ということで盗賊のアジズに来ました。ボッコボコにしてみます。頭を垂れ始めました。即落ち2コマですね。この犯罪者はイエランが送ってくれるそうです。捜査も逮捕も元々君たちがやろうとしていたこと、まあ解決したので帰ってきました。そしたら行幸が出てきました。この人も12時間ぶりなはずなんですが、何が久しぶりなんでしょうか。これでやっと本題のミニゲームができるようになります。これを全クリすることで星4キャラがもらえるんですね。ということでミニゲームやっていきたいと思いました。いやー疲れましたね。とりあえずこれでキャラ獲得です。選ぶのはもちろん行く秋、星4の中でも頭抜けて強いです。とりあえず便利なので早めに取っておきます。まあ最低ないので武器に関してはまた考えます。これでもやること終わったんですが、一応ストーリーやります。なんか溺れてると仙人が音楽かけながら助けてくれるみたいな噂が流れてたので実験します。そしたらショウが助けてくれました。まあショウは音楽できないですね。神格が音楽紹介してくれるみたいです。神格は音楽を理解できませんでした。なんか龍雲釈風神君に連れてこられました。奇襲について話されました。またの名を塵の魔人ハーゲンテス。昔は仙人たちといろいろしてたんだよって昔話されました。ピンバヤの仙人名が歌人老一神君なのが判明しました。仕掛けの術のことでよく奇襲と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため最も公正なる岩王帝君を宴に招いた。なんと帝君は紀州の栄子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないがわらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において紀州は確かにわらわより一枚上手だった。紀州と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと紀州は考えていた。対して歌人は音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。
やがて帝君は鈴を持っていき、様々な儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや家人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、家人の要望のもと、岩王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわも旧友の考えを継いで、奇襲機を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれない。普通に仙人たち美人でしたね。ピンバーヤもべっぴんさんでした。目当ての音楽でしたが、ピンバーヤが演奏したものかもねということです。聞かせる者がいないので、もう演奏することはないそうですね。怪盗祭らし、一緒にピンバヤに会いに行こうということで来ました。さっきのことについて話します。そんなこともあったねって感じでした。そしたら奇襲について話し始めました。奇襲は人間のことを大事に思っていたみたいですね。まだ曲のことについて聞いてないので聞いてみます。ただもう腕がなまってるし、奇襲のことを思い出すのでできないですね。ピンバヤに演奏してもらうことは叶いませんでした。今の会話の内容をドボルザークに伝えに行きます。さっきの内容を話しました。なんか忘れてると思ったら勝利のこと忘れてました。とりあえず王城堂に行ってみます。フータは音楽祭に参加するそうです。勝利は山へ芝刈りにということで会いに来ました。仙人たちがいますね。タケノコ持ってきましたよと。なんか鍋に入り出しました。お料理タイムですかね。からくり調理人気らしいですよこれ。フタ王から預かった伝言を伝えました。宴会するらしいんで、ぜひ行きたいですね。なこと言ってる間に上手に焼けました。くれました。なわけで港に戻ってきました。イリデセンスツアーのステージに出られて、あたいすっごく光栄だぜ。それじゃあ、フータオとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでいってくれ。その名もトーシカリン。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。
来年も良い年であるように。きっとそうなる。師匠、小刀を我は小刀ごとき師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェ校に行って人々に見せつけてやるといい。ということで回答祭は終わりましたが、宴がまだあります。勝利たちが雑談してました。フータは客を迎えに行っているそうです。そのお客さんとはショウでした。こんなとこに来るような感じじゃないのでびっくり仰天です。勝利はパンピーのふりしなきゃいけないので始めましたって丁寧にします。もうすぐ回答祭ですが、今日手、同志の性格だが、俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとはどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう。帝君、ごま油を買うのになぜ。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料ではごま、ああ、それが残念ながら同種が望む品はなかった。お互い知らじらしいですね。いろいろ話してると風が吹いてきました。風が物語。この流れはあの人しかいませんね。ウェンティーですね。お互い神なんですけど知らないふりして話してますね。この二人は仲が仲良くなりました。みんな楽しんでましたが、ショーがなんか変です。飲み会のノリがきつかったのでしょうか。外で話しに行きました。こういう俗的な話をするのは初めてなので困惑してるみたいです。ウェンティのように人に馴染むことができないと語りました。まあ気にしないらしいんですけど、まあ、そんな話をしてたらシャンディンが迎えに来ました。帰ってこないのでパイモンがパニックになっているらしいです。5分くらいのはずなんですけどね。ということで帰ってきました。ちょっとした願掛けするらしいです。一番身分が高い人にお香を焚いてもらうそうです。ここから誰が一番身分が高いか推薦するゲームが始まります。みんなで話し合った結果、パイモンに決まりました。炊いた後はお開きとなりました。仲良し4人はそのまま帰宅。ウェンティは海へ。勝利の正体を知る人しかいなくなりました。勝利はちゃんとパンピーに慣れてるみたいですね。勝利にとって今の生活は昔と同じようにみんなと話を楽しめてるそうです。といったところで勝利も解散、ショーもおさらばです。これで今回の動画は以上です。まあ回答祭長かったですね。長尺になってしまいましたが、見ていただいたありがとうございました。チャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。